こんにちは。横忠です。今日は、えー、JLPT のレベル N1、えー、リーディングコンプリヘンションの続きですね。先週からの続きです。えー、先週やったことを覚えてますか、えー、ちょっと復習をしておきましょう。で、この人は内山隆さんという人で、えー、里という思想。これはあの後から出てきますがね、出典が出てきますが、 えー、まあ哲学者というか、えー、思想家というかそういう職業にある人が、えー、この思想っていうものの表現する方法っていうのを考えたわけですね。で、えー、そういうことについて、えー、この頃考えることが多くなったと。昔に比べて、えー、どうやったら思想を表現することができるのかとその方法についていろいろ考えたわけですね。でそういうい機会が多くなった だけども昔はこの人も若かった時には思想を表現する方法,表現する方法とは論文でなきゃダメだと、ね、そういうふうに考えてたのがそうじゃなかったんだ、ね、っていうのはその形にならないものがあったんだとこの64番で聞かれてるように形にないものがあるからねならないものがあるからね。で 筆者がその形にならないものとして、えー、挙げているのはどれかという問題で作法ということだったんですね。でそれこの作法というのが形にならないものそのフィロソフィーの中で思想の中で、えー、形にならないものの例として、えー、自分の住んでいるコミュニティ村というコミュニティでねどうやって この形にならないもの、思想を伝えていくのかと。とこうなった時に、それは作法なんですよ。でも、作法っていうのは形にならないですよね,ってね、えー。でも、そういうふうにして、うん、伝える方法もあるんですよと。表現する方法があるんですよと。ということを書いたのが、えー、先週勉強したところだったんです。で、えー、今日のところに行きますよ。この続きですよ。 はい。考えてみれば、もともとは、作法は、思想と結びつきながら伝承されてきたものであった。で、考えてみればっていうのは、come to think of it ということね。で、もともとはっていうのは、originally, in the first place、ね。で、作法というのは、どういうものかというと、思想と結びつきながら、ね、結びつきっていうのは、uh, uh, related to ということです。 だから related to 思想。ね。で、えー、結びつきながら伝承されてきたものであった。伝承されるっていうのは、あの、パスダウンですね。パス s s d o w from one generation to another generation です。長い間、そういうふうにして、えー、昔の人から今の人へと、次の世代へ、えー、ですね。そういうふうにしてで伝えられてきた。それを伝承というんですが。 で、それ、えー、このうん、伝承される時には必ず思想と結びついていた。だから、えー、思想というものが作法という形で、えー、伝えられてきたんだよって、こう言ってるんですね。それが元々の形であったんだ。表現の形であったんだ。で、その例を挙げると、例えば昔は食事の作法を厳しくしつけられた。 でこれは伝承される伝えられる一つの形態ですがどういうふうにして食事の作法というのが伝えられたかというと厳しくしくつけられたんです、ね、これは親とかそれからあグランパグランマーですねその世代一緒,の、ね、一緒に一つ屋根の下に住んでた人がものすごく厳しい、えー、ことをこう言ってう そして、えー、その作法という形で思想を伝えていったんだよってこう言うんですね。食べ物を残すのはもちろんのこと騒ぎながら食事をすることも決していけなかった決してしてはいけなかっただから食べ物を残すレフトオーバーを残すですねレフトオーバーを作るとかそれから声をこう出しながらね ワイ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 言いながら食事をするなんて、これもうとにかく持っての他ということでダメですよというふうにして、ジェネレーションとジェネレーション伝えられてきたてんです。そしてそれっていうのは何があるか、どういうバックグラウンドがあるかっていうと、食事は生命をいただくものだというおご,すこ、えー、おごそかな思想があったからである。 だから、ここに隠れている食事のマナーというのが厳しく伝えられてきた。ね。そのバックグラウンドにある思想というのは何かっていうと、食事っていうのは生命をいただくんだ。ね。食事によって生命を食べてるんだ。生命を維持するには食事をしなきゃダメでしょうって。他のものでは、あの、維持できないでしょうと。 えー、だから厳かなんですよセリーンなんですよ。ね。えー、って何、えー、て言うか厳かっていうのはスプリームっていうことですね。だからあの非常に、えー、セイクリッドなそういう思想だったということです。ね、で、えー、茶碗の中の米だけを見ても人間は恐らく何万という生命をいただかなかなた。あ お米がど,んだけどれだけお茶碗の中にライスボールの中に入っているかってその数を考えただけでもそれだけの命をもらってるんだとそれだけの命を食べてるんですよって、ね、だからそういう人間のあり方を考えながら今自分の体の中へ移ってくれる命に感謝するそういうことを考えながら、ね、そういう人間のあり方 人,えー、人間の生命の維持の仕方、仕方というのを考えながら今の自分の体の中にあ命が入ってくれているんだとそういう事実に感謝をするとこの思想が食事の作法を作り出したんだとこう言ってるんですね。だけどもところが、えー、近代から現代の思想今になってみるともうこのモダンデイズになってみると このような日々の暮らしと共にあった思想を無視したのである。こういうような、今言ったね、この前の段落で、えー、読んだような、えー、思想というのは、もう近代とか現代になると無視されてきてるんです。で、その結果どうなったかというと、思想というのは文章という表現形式を持ち、文章を書く思想家のものになった。 思想家というのは、えー、思想をこう広めて理解して広めて人々に広めてそれで飯を食っていると、ね、それで生活を立てているというのを人たちを思想家というんですがこういう人たちしかわからないものになってしまった。ね、文章を書いたりそれから、えー、そのみんなに伝える、ね、その手段に対して、まあ、これはすごいことなんですよって。 これはフィロソフィーなんですよっていうふうなそういうのをプロフェッションにしているような人のものになってしまったと。で、えー、その結果いつの間にか人間の上に君臨し現実を支配する手段になっていた。だからあのもう何て言うかこう手の届かないところに行ってしまって、ね、それを何て言うのかなあの どこからこれはこの思想は聞け来ているのかと、ねえー、それを見ればあもうこれは論文として書いたものであるとか、ね、書かれたものであるとかそういうもの,にものを使ってミディアムを使ってそして思想家というのは思想を広めていくわけなんですがそういうね高尚なソフィスティケイティッドなそういうものになってしまったってこういうんですね。そそしてその結果 ななんかかこうすすごい高尚なものですから人間の上に君臨して君臨するっていうのはあの王様みたいにね王様とかルーラーみたいにして君臨してねそして現実を支配するってそういうことになってしまったってこういうんですよ。だからこうなんか本当はもともとはえっとすごい日常生活と。 こう密接につながっていたもんだったのだけれどもねそういう考え方をこう捨ててしまったがゆえにね今ではもう本当に思想家のものになってしまったそれをプロとして実践する人たちでそれを高尚なものだと言ってねやる人たちのものになってしまって何て言うのかなみんなのための思想であったのが みんなの日常生活の中で使われる思想であったのがあったのがそうではなくなっちゃったんだってね上に浮いたものになっちゃってるんだってこういうことを言ってるんですね。だからこの筆者の村に暮らす人々がどんな思想を持っていると述べているかと筆者は述べているかというとそれを見てみるとね1番では自然の中で生きるための思想や農業や村の在り方についての思想。 そうですね、はいえー、2番を見てみると自然を壊さずに暮らすために農業や村人はどうあるべきかと、ね、自然を壊さずに暮らすためにっていうのがその思想の根源でしたかねそんなことは言ってませんでしたね。まあその何て言うのかなエンバイロンメントのことを言うんだったら。 ねあの環境のことを言うんだったらその環境を壊さずにとかそういうことになるかも分からないけどもここではそんなことには触れてないわけです。ね自然を壊さずにってねエ,シエコシステムがどうとかそんなこと言ってなかったでしょねそれはもう自然とこの農民、えー、村の人たちに、えー、もうあのうん,なんていうのかなもう あの理解されてて理解されるというかもうそれは当たり前のこととして受け止められていてそれが思想になってるということだったんですだからそこには自然を壊さずにとかどうとかこうとかということは入ってないんですねでそんなことには筆者は触れてないからこ2番はダメと。で3番自然に対する感謝を表すために村人としてどうするべきかという思想っていうんですがどうですかこれ。ね え、感謝をする、表すために、えー、村人としてどうするべきか。ね。で、村人としてどうするべきかっていうのはもうすでに理解されてるわけなんです。ね。えー、理解されてるわけなんですよ。だから、今、あの、今の段階で、えー、村人としてどうするべきか。どうやったら自然に対して感謝を表せるのか。ね。えー、そういうことが、 思想にななっていいるでではすすねわかかりますか、ね、自然に対する感謝を表すためにっていうのがこれ、えー、この思想ができてる根拠なのかなと理由なのかなっていうとそうじゃないですね。4番を見てみると「自然を取り戻すための思想」でそんなこと言ってましたかここまずもう触れ,て触れられてないですね筆者にね。 自然を取り戻そうなんて、そんなこと言ってましたかね、言ってないですね。で、自然を利用する農業のあり方。これも言ってないですね。だから、農業のあり方とか、そんなことは、あの、今、この人の言ってることとは違いますね。いいですかだから、これ、4番はおかしいわけです。えー、前半分自然を取り戻すための思想。これもおかしいし。 自然を利用する農業のあり方、ね、これは述べられてないとどちらもおかしいと、ね。ということで一番が正解ということです。で66番に行ってみるとで、えー、今形にならないものだけれども昔は思想として、えー、伝承されていた食事の作法なんかっていうのはねっていう,う話がありましたね。 その食事の作法は次のどのような考え方と結びついているかと。こう言っているんです。だからもう一度思い出してください。この筆者が食事の作法というものについて考えたときに、ね、考えたときに、食事の作法というのは思想を伝える一つの表現の方法なんだと。 こう言ってたんですねで、えー。以下に述べられているこの1234で述べられているのはどのような考え方この4つの中でどのような次のどのような考え方と結びついているか今言った食事の作法に表される思想の思想というものは次のどのような考え方と結びついているかってこう言ってるんです。 いいですかはいと言ってみてみると一番多くの労力が捧げられて作られた食べ物がいかに尊いものであるかという考え方さあ多くの労,働労力でそんなことを言ってましたか多くの労力っていうのはそれはもちろんそうですよ常識的に考えてねえー、お百姓さんファーマーズですね どれだけの,その労力この人たちがねもう365日でしょだから5日間働いたらあの土曜日と日曜日が休みとかそんなのはないわけですよお百姓さんにとってはね。こ日仕事なんですよ、ね、だからあの非常にお百姓さんのファーマーズたちの,あの労力というのは非常に尊いんです。尊いんですがそのことについて 述べられたわけじゃないしそれから食事の作法というのがえこの考え方一番で言われている考え方とおおこう結びついているかというと違いますねこれね。でしょねだから、えー、多くの作業、えー、労力がさ,されえー、られてきたということについて筆者が、えー、言及しているわけではないしねでそしてそれが、えー、あるから。 食事の作法というのはあー、思想の表現の一手段であるとは述べられてないわけです。いいですかだからこれ一番ね、トリックされないでくださいよ。二番。何かを食べないでは生きてはいけない人間の在り方がいかに罪深いものであるかという考え方。非常にこれはもう宗教的ですね。ここまで行くとねで。罪深いっていうのは、英語で言うと真のことでしょ だから、ンっていうのは、クライムと違いますよ。シンのことですよ。ね。sin のね、シンだから、何かを食べないでは生きていけない人間のあり方。もちろん人間は何かを食べないと生きていけないんですが、ね。そう、生きていけない人間がいかに罪深いものであるか。宗教的に言ってね。ね、そういうのは、食事の作法を え思想の表位置表現手段として使うということとは何らの関わりもないわけです。いいですかはいだからこれ2番はもう全然ダメ。3番「食事は脳が生み出したものをいただくというものであり農業を営む村人への感謝が必要だという考え方」。そんなこと言ってましたか、ね、もちろんの食事は脳が生み出したものをいただくということでありますが。 農業を営む村人への感謝が必要だ。そんなことどこでも言ってませんね。ありがとう、ありがとうって言って、で、えー、その、お米を使っ、えー、作ってくれてる、作物を作ってくれてるおあ、その、農民の人、ファーマーズに感謝することが大事だ,大事だって言って、いう、そういう考え方。まあ、それは、ここと関係なければ、もちろんあるでしょう。 だけどもここのととと関連してということになればおかしいわけです、ね、だから3番ダメだから、えー、食事は他の生命を他の生命を自分の体に取り入れるもの,とものであってそれらの生命に感謝しなければならないという考え方これが食事の作法のバックグラウンドにあるんですよっていうのは今もう読んだところですねだから4番が正解ということです。 はい、67番。さて、この文章全体の中で筆者が述べていることはどれかと。だから一番大事なことは何なのかと。こう言ってるんですね。はい。ということで、一番から見てみましょう。思想の表現は必ずしも文章や作品という形を取るとは限らず、形にならないものもある。そうですね。 で,す、ね、で形を取るとは限らないここそうでしたねこれ先週読んだあところでしたね形にならないものもあると。で2番いってみましょうか「思想は絵や音楽のような形に表されるものと考えられてきたが深い思想とは形にならないものである」で「深い思想」なんていうことは言ってましたかどこかで言ってましたかこの筆者は。 ね、だから深い思想があってで浅い思想っていうのがだからあるんですかそうしたら。ねそんなことは言ってませんね。そしてなんかその深い思想とそのありもしないような浅い思想っていうのがもしあるとすればねでそういうものと比べると深い思想っていうのを表現するにはこれはあのー。 形にならないものがあるんですよ。なんてそんなことは言ってませんね。だから、えー、一番のように、ねえー、思想の表現っていうのは、ねえー、文章や作品という形をとるものが多いけれども、でも、そう、すべてがそうじゃないんだと。だから、形にならないものがある。その形にならないものの一つの表現手段っていうのが、 作法食事の作法なんかなんんかですよ、まあ、食事の作法だけじゃないですが一つの例が食事の作法なんですよこれっていうのは形にならないでしょでもこれは代々世代にわたって伝えられてきたものそしてそれによって思想を表現するんだということだったんですよね。だから深い,だ深い思想の中には形にならないものがあるってそんなことは言ってないわけです。だから2番ダメ 3番思想の表現には絵や音楽などもあるし形にならないものもあるが文章で表現されたものが最上のものである。でこれは自分がこの筆者が若かった時に哲学を勉強し始めた頃持ってた表現でこれは間違っているからと言って後になって改めなければいけなかった考えなんです。 そうでしたね。はい。それが、あ事実ですから、これはもう3番はダメということです。ね。これ分からなかった人はえ、もう一度、先週の部分を読んでみてください。最初の部分を読んでみてください。ね。もう、はっきりとこれは哲学者の哲、哲学者である、この思想家である、この筆者が言ってました。ね。 えー、文章で書かないとダメ。そのうち論文っていうものを書かないとダメって。で、これが最上の表現形式、思想の表現形式なんだって、こう思ってたんです。ね。えー、だから、えー、後になってこれは僕改めたんですよって言って言ってたんですね。はい。ですから、これ忘れちゃった人はもう一度最初の段落を読んでみてください。4番。思想は 文章や作品のような形になったものが尊重される。が生活と結びついた深い思想は形にならないものである。もうこれはもう全然ダメですね。なぜ全然ダメなんですかもう一度言いますが、まあ、えー、文章や作品のような形になった,、えー、なったものが 尊重されるが尊重されるっていうのはこれは一部の人の考え方それから真実真実っていうものを分かってない若い哲学者たちの考え方これは今3番のところでダメですよとこう言ったように筆者が哲学を始めた頃やや考えてたことなんですね。 ね、また、またまた、その後半部では、深い思想なんてこの2番でダメですよって言ったことが入ってるでしょ深い思想も浅い思想もないんです。そして筆者はこのことについては述べていない。だから4番はダメということで、1番が正解になります。はい。じゃあまた来週は最後のリーディングですが、これを頑張ってやりましょう。では来週までさようなら。